テルアビブ証券取引所はテルアビブにあるイスラエル唯一の証券取引所である。タセは証券取引のためのイスラエルで唯一の公共市場である。それはイスラエルの経済で主要な役割を担う。タセは622社が上場し、そのうちおよそ60社は外国の証券取引所にも上場している。タセはまた180の上場投資信託。 60の国債、500の社債、1000を超えるミューチュアルファンドを扱う。29のメンバーがタセを構成する。メンバーのリストは、メンバーのうちの1社が候補であることを示している。タセの前身である、証券取引局は1935年に、アングロイコールパレスチナ銀行によって設立された。国家樹立後のイスラエル経済の成長とともに、 正式な証券取引所が組織化され、テルアビブにて1953年に創業を開始した。1983年に取引所は移動してテルアビブの現在の場所にある。1993年にダセは IPO の取扱い数が全世界の証券取引所で3番目であった。1999年にその取引所は完全な。 コンピュータ取引への変更を完了し、変更の統括者エステルレバノンは、1986年1月に取引所へやってきて12年後に、イスラエル総保安庁と共にセットアップして、イスラエル工科大学での教授職の後にその、証券機関のコンピュータ部門を担当した。彼女は後にその取引所の CEO になった2005年、ダ世で、イスラエル人以外の投資額が、 常時20億 NIS に達した。1日の平均株式取引額は過去最高の10億 NIS に達し、それは2000年の2倍であり2004年を50%超上回る額であった。債券市場は1日平均出来高が過去最高の13億 NIS を記録し、2004年を40%超上回った。非政府債券は1日平均2億2000万。 NIS に達した。株式発行口は122億 NIS に達し、おおよそ2000年と同水準で2004年の水準の70%上にあった。テルアビブ25市は34%増加した。年末までに外国の投資銀行 UBS、ドイツ銀行 HSBC がタセのメンバーになった。2006年9月にタセはタセメンバーから タセクリアリングハウスの株式を買い占め、それを全株式保有の子会社にした。タセクリアリングハウスは6億2000万 NIS のリスクファンドを潜在リスクからの保護の主なクッションとして同時に保有し、加えて株主資本の3000万 NIS を保有した。2007年2月にタセとロンドン証券取引所は2つの組織間にある。 既存の連携を正式にする了解を覚書にサインし、上級管理職間の定期的会合を設定、また双方の市場で承認された企業の株式の秩序、ある取引を促進するよう情報を設定した。その時に、50社のイスラエル企業が、ロンドン証券取引所のメインマーケットと、オルタナティブインベストメントマーケットに上場した。うち36社が、前の2年間で参加していた。 2007年11月に、ダセとナスダック証券取引所が2つの市場間の関係を正式にする了解を描きにサインし、2市場間のコミュニケーション手段を発展させ、双方の市場で承認された企業の株式のより強固な取引を促進するよう取り掛かった。ナスダックはその時70社のイスラエル企業が600億米ドル以上の世界的時価総額とともに取引所に上場した。 2007年に新たな56社がその取引所の株式公開で25億ドル以上調達し、うち20社はハイテク企業であった。1日の平均株式取引高は新記録を作り、1日平均で5億ドル、2006年から55%跳ね上がった。再建取引高は2006年の水準から100%以上増加し、8億ドルに達した。 2007年を通して、上場投資信託市場は150の追加参入があり、ETF 上場数の合計は240になり、株式取引高の18%、非政府再建取引高の10%に相当する。その公共の保有資産は ETF で60億ドル以上に達した。また電話ボンドマイナス20の指数が設立され、その指数商品の評価額は、 合計9億ドルであった。2004年から2007年の4年間に、テルアビブ25種は175%上昇し、それは同時期のニューヨーク市場の4倍以上の数値である。2008年5月にノーザントラストコーポレーションは、ダセのベンチマーク、テルアビブ25種指数に基づく、最初の米国 NYSE の上場投資信託を開始した2008年7月に、 ダセと n y s e ユーロネクストはアメリカ合衆国とイスラエル双方に上場する企業数を増加するためまた取引活性化のために了解予防描きを締結したその時7社のイスラエル企業が NYSE で取引をしたイスラエル企業の20上場の NYSE での取引高は2001年以来年間31%増加した 2008年11月に、ダセと上海証券取引所は、了解予防描にサインし、それにより代表団の交換に同意し、中国市場と上海証券取引所についての、イスラエルビジネスマンの知識を深めることを目的とし、また中国ビジネスマンの知識を深めることを目的とした。取引所は4つのプログラムを提供し、そのプログラムにより企業は取引所に上場できる。 通常に創業する企業のための3つのプログラムと、開発中のテクノロジー企業のための追加的な1つのベンチャープログラムである。加えて、タセは有限責任パートナーシップ集団の上場のためのプログラムを持っている。2000年10月に施行された20上場法は、アメリカ合衆国、またはロンドンに上場する企業がタセでの20上場に、 追加的な規制条件を全く不要とすることを可能にした。2006年12月31日の時点で、この枠組みを承諾して39社のイスラエル企業が、多世での二重上場をした。2007年時点で、全上場証券の市場総額は2027億ドルであり、比較すると2006年が1614億ドル、2005年が1226億ドル、 2004年が921億ドルである。タセはコンピュータ化したリアルタイム情報のトレーディングシステムがある。全株式、転換証券、短期国債、国債、デリバティブはタセの完全自動化トレーディングシステムタクトを通して取引される。株式は日曜日から木曜日までの現地時間午前8時30分から午後4時30分の間に取引が行われ。 アメリカ市場と丸1時間重なる。債券と短期国債は午前9時30分から午後4時30分の間に取引される。デリバティブ取引は午前9時30分から午後4時30分に行われる。二重上場が許可され、多くのイスラエルの大企業が出せと一市場、またはそれ以上の外国市場に二重上場し、それは大抵ニューヨーク証券取引所。 またはナスダック、加えて、アメリカン証券取引所とロンドン証券取引所である。2003年から2006年にかけて、多世の株価は急上昇した。株価と転換証券の総合指数は、アメリカドル条件で2006年に15.3%増加し、比較すると2005年で24.3%増、2004年の総合指数で19.5%増である。 2006年の間、テルアビブ100種指数とテルアビブ25種指数は、アメリカドル条件で、それぞれ22.0%と22.6%増加し、比較すると2005年で、それぞれ21.1%増と24.7%増で、ある。1日平均の証券取引は2006年の間に3億2600万ドル増加し、 比較すると2005年で2億2300万ドル、2004年で1億4700万ドルである。2010年5月25日の時点で多瀬上場企業で、時価総額の大きな企業は、テバハーマスーティカルインダストリーズ、イスラエルケミカルズ、レウミ銀行、ベゼックである。2009年の株式と転換証券の1日の、出来高は4億3200万アメリカドル、 再建と ETN が10億3500万ドル、短期国債が1億6300万ドル、オプションと先物の,の契約が25万2000枚である。2009年末の全時仮総額は1890億ドルの株式と、電管証券1740億ドルの国債と、社債230億ドルの短期国債、合計で3860億ドルである。 2010年4月25日にタセのベンチマークであるテルアビブ25種指数は過去最高の1239ポイントに達した。タセは DTC への直接のつながりで米国市場と結びついている。DTC はデポジトリトラストクリアリングコーポレーションの子会社で二重上場証券の取引を促進する会社である。 多瀬の外国人投資家による活発な参加は1994年に開始した。2006年に国際的な保有分は多瀬で取引可能な株式と転換証券の全時価総額で11.6%に増加し、比較すると2005年が11.4%、2004年が10.0%である。多瀬の主要株価指数。 これらと他の指標の説明、タセウェブサイトインディシーズセクションタセは内部的外部的に高度に規制されている。その取引書は証券取引法により規制され、イスラエル証券庁の直接の監督下にある。内部規制は証券の最終取引から35%以上、離れた価格で取引の自動的な不成立、サーキットブレーカー制度、ある企業が 価格の変動しやすい情報を公表する日の、その企業の証券に対し情報が広く知れ渡るように45分の取引停止、これらが含まれる。タセの規定では、メンバーシップ、証券登録、取引停止条件、上場企業の責任、これらを管理する。二つのクリアリングハウスがタセで、子会社として創業している。スタンダードプア S ・ S ザ・デンワービブ。 ストックエクスチェンジアーカイブド2007年10月19日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、出せサイト、トレーディング・スケジュール・ハット、出せサイト、タクト・オーバー・ビュー・ハット、出せサイト、デュアル・リスティング・ハット・ ABSEC ・ EC、インフォ、イスラエル・ステート・オブ 18K、A412-31-06EX-99D。ありがとうございます。